馬で勝つ方法を聞いてみた。競馬は予測困難なスポーツであり、勝つことは簡単ではありません。ただし、いくつかの基本的なアプローチや情報を考慮することで、予測の精度を向上させることができます。1、馬の研究。馬の過去の実績やコース適性、騎手との相性などを考慮することが重要です。2、血統や調教の確認。馬の血統や調教状況も重要な要素です。特定の血統が特定の条件や距離で強い場合があります。3、騎手の実績。経験豊富で成功している騎手がいる馬は信頼性が高い場合があります。4、天候や馬状態の影響。天気や馬状の状態が競馬の結果に影響を与えることがあります。5、感情を抑える。